メクロレタミンは、ナイトロジェンマスタードと呼ばれる、マスタードガスのイオン原子を窒素に置き換えた、有機化合物の一種、HN-2 とも呼ばれる、アルキル化作用を持ち、抗がん剤として使われた。第二次世界大戦中の1940年代、前半、マスタードガスの医学への応用が研究されていた。アメリカの薬学者、アルフレッド・ギルマンは、 マスタードガスの白血球減少作用に着目。1942年にマスタードガスの類縁体であるメクロレタミンを末期悪性リンパ腫の患者に投与したところ、一時的ではあったものの腫瘍が劇的に縮小した。後年にはナイトロジェンマスタードを改良したシクロホスファミドやメルファラン、ブスルファンなどのアルキル化薬が開発された。DNA および DNA 結合タンパク質の 特定の部位をアルキル化し立体構造を破壊して細胞分裂を止める。アルキル化薬の特徴として増殖の盛んな毛根細胞や消化管上皮細胞、血球系細胞の増殖も抑えてしまうため脱毛や消化管障害、増血障害などの副作用を生じる。ありがとうございます。